今回はタケノコを折ります。折り紙1枚で1つ出来上がります。まず四角に折り上げてください。中央線に下の段を折り、広げ、できた線にまた下の段を折ります。裏返し、上の線をここにある線に合わせます。ここにこの角を下の線に合わせます。この角を下の線に合わせます。折ったのを一度戻し、山折りのところを谷折りに折り返します。同じく反対側が山折りと谷折りを逆さにし、山折りを谷折り、谷折りを山折りにします。頂点、まっすぐにしたところから折ります。反対側もこちらにまっすぐに折ります。今度は下の辺の3分の1のところを目安に折ります。反対側も折ります。この部分に上のものを挟み込みます。裏返しし、右角を中央に、左肩をやや右側に、表に返し、両角下を内側に小さく折ります。表に返し、タケノコの出来上がりです。支え合い会議なりますは、なります地域にいつまでも暮らし続けていくために、なります地域ならではの支え合いの仕組みを推進しようと、なります地域で活動しているグループや福祉団体、その他多様な関係機関の有志がメンバーとして集まった会議体です。なります地域の仕組み作りの一環として始まったのが手工芸サポーターの会です。年に何回か集まり、折り紙でなります図書館の掲示板を彩り続けています。活動内容はホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。